星野エリは日本のプロボーラー。岐阜県出身。J プバライセンスナンバー546第49期生。AC グランド所属。身長166センチメートル。血液型 A 型。ボーリングを始めたのは中学生の頃のこと。しかし面白さがわからずすぐ部活のバドミントンに夢中になる。高校生の時。 同じ高校の先輩に高校総体に出たいからと頼まれてボーリングのボールを持ってわずか1ヶ月で入賞と個人ハイゲームを獲得した。そのまま頼まれては試合出場を繰り返す。ボランティアに参加した経験から介護福祉士になりたいという夢を持つ。その頃に知り合った日本代表選手にボーリングを教わるために京都へ。その後、父、ひろから めったに口にしない、帰ってきてほしい。一緒に、ボーリングがしたいの言葉に、地元、岐阜に戻ることを決めた。その後からは、父、ひろゆきと一緒にボーリングをしながら、国体選手へ。と同時に、もう一つの夢だった介護福祉士の道へと進む。3年間現場で実技と知識を叩き込み、国家資格、介護福祉士となる。 これまでの介護福祉士経験は10年に及ぶ。その頃、当時用品契約をしていた会社からルボ加入を進められる。ルボプロ試験を受け、プロボーラーとなる。2013年 DHC レディスボーリングツアー2013、ダブルスチャレンジにおいてずっとお世話になっていた清水博子プロとダブルスを組み、プロ初優勝を飾る。その後、ルボ解散となり、進路を迷っていると、母、 マユミから、お父さんの夢は、一緒に、プロ活動をしたいらしいよと聞かされる。ルボ解散直前に入院生活を送っていたことも、あり、体力も金銭面も余裕がなかったが、お父さんとお客さんのために、昇進正明正のプロになってやると決めお金を貯めて、毎日投げ込んで、いざ J p ープバプロテストへ。2016年5月に、見事一発合格を果たす。第49期生。 ライセンスナンバー546。私は、父がボーリングをしてくれていたから、ボーリングとも出会えたし、病気とも戦えたし、仲間と師匠とも出会えた。私の歩いてきた道は、すべて財産です師匠、星野博之、てっぺ平。尊敬するプロ、星野博之。母、真由美もアマチュアの競合であり、ギフオープンボーリング選手権で3大会。 連続アマチュア優勝している。2005年の第15回大会では、父、ひろゆきがプロ部門で優勝しており、アベック優勝を果たしている。星野里本人も2011年の第19回大会でアマチュア優勝している。抱負、目標、多くの人にボーリングの楽しさを伝えたい。ザウの命、感謝の気持ちを忘れない。 結果がついてこない努力は努力とは言えない。2016年、ポイントランキング82位。2017年、ポイントランキング57位。2018年、ポイントランキング30位。2019年、ポイントランキング21位。2019年第14回 MK チャリティカップにて、JP バ初優勝。優勝インタビューにて両親への感謝の気持ちを伝え。 優勝副賞の車を両親にプレゼントしますとコメントした。父、ひろゆきと共に2勝目を目指す。2020年4月9日、交通事故に遭うも懸命のリハビリにより復活。スカイ A カッププロボーリングレディース新人戦で5位、入賞。2020年2021年、ありがとうございます。